Thank you.
道は険しいと思うけど、今日ほどカウント3が気持ちよかったことないよね。私が言った結果が出るっていうのはこんなもんじゃない。もし今日この里村のこの気持ちが空回りするようだったら、もう自分が行こうって思ってたんですけど、もう後半は任せられた。
だからカットにも行かなかったし、コーナーで見守らせてもらいました。そういう頼もしさが今日あったよね。あとはチームクラッシュのやつらに対しても、私は里村の手を挙げた。それに対してセコンドについてたチームクラッシュのやつが何を感じたかですよ。今日でもう上も下も関係ないっていうことを分からせてやったから。山田にしてももう上ばっかり見てる時じゃないって言わせたいですね。もう天変地異は始まってます。でも私はまだまだこんなもんじゃないですね。